埼玉ブロンコスの山口力也です。前回は体の前でドリブルツールの紹介したんですけど、今日は体の後ろでツールドリブルを紹介したいと思います。基本は一緒です。肩幅に開いてお尻を下げます。で、こういう風にドリブルをするんですけど、こういう風に体を反ってドリブルしないようにしましょう。膝をしっかり曲げて、最初は難しい時はボールを見てここにつけるように。で、ドリブルついた時に体も一緒にこうするとやりやすいかもしれません。慣れてきたら一定の高さでできるようにしましょう。いかがでしたか？前回より少し難しいですが、諦めず練習していきましょう。埼玉ブロンコスは所沢キッズのバスケットボールを応援しています。